本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、さあ。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。突然ですが皆さん、スマホスタンドどういったものを使っておりますか？今回は監督がめちゃくちゃおすすめするスマホスタンドを紹介したいと思います。実はですね、こちら既に持ってたものをですね、落としてしまいまして、ぶっ壊れたので2台目購入しました。というわけでこちらです。 Amazon で購入させていただきました。商品名がですね、こちらワインホルダーメイドインチャイナ、見ていきたいと思います。こんな形ですね。梱包はバッチリでございます。はい、手放っております。オープン。おー、前回と一緒です。というわけで来ました。おー、神々しい。Amazon にはですね、ワインホルダー、ボトルホルダー、ワインラック、まあ、基本的にはワインボトルで、監督そんなにお酒は飲まないのですが、ワインがあって、ずっとね、飲まなくて、ちょっとなんかね、飾りたいなというわけでですね、購入したのが、ワインボトル持ってきます。アルパカというワインでございます。これいつ買ったんでしょうかね。この音いいよ。というわけで、こちらにですね、載せます。ワインボトルとなっておりますっていうのが、まあ、通常の使い方なんですよね。ただですね、こちらスマートフォン置き場という形にしております。完璧でございます。これはもうぜひ皆さんに買って体感してほしいんですけど、この目の高さがもう完璧です。常にですね、監督のデスクの上にですね、こういった形で、見ているのですが、頑張って背負っているエジプトの神、スマートフォンを支えてくれております。おーっとっと、危ない、買った瞬間割れるところだった。危な、両手で支えております。 Amazon の説明文を読んでいきたいと思います。エジプトのアヌビスモチーフのとってもおしゃれなワインボトルホルダー、神聖で気品あふれるアヌビスがワインを背負う姿、この方はですね、アヌビスらしいです。続きまして、老古学やエジプトがお好きな方におすすめ、特別な日に開けるワインのためにいかがでしょうか。お店のディスプレイ用などにもおすすめ。こちらですね、定価が1550円となっております。この重量感、めちゃくちゃいいです。常にデスクのところにこういった置いてるんですけど もう完璧すぎて、でね、落としてですね、この耳が欠けてしまいました。なので今回は新しく買いました。場合はですね、樹脂製となっておりまして、この横幅が13センチ、高さが18センチとなっております。これに関してはほんとシンプルです。ただスマホをポンと乗せるだけでございます。こうすることによって目の高さにジャストミートします。はい、というわけで今スマホスタンドを探している方、ぜひこちらおすすめですので、概要欄に Amazon のリンク貼っておりますので見てください。めちゃくちゃおすすめです。はい、というわけでですね、監督ラボの監督でした。さあ、次の動画で会いましょう。エジプトのアヌビス、モチーフのお店のディスプレイ用にワインラック、今老古学やエジプトがお好きな方、スマホスタンド。